選手の鈴木拓也と三浦知良選手が特別に招待状を持っていただきました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いしましょう。それではいよいよサッカーボールの方をいただきます。それでは皆選手メッセージの方をお願いします。皆さんこんにちは、三浦知良です。このボールでたくさん夢を叶え、いっぱい汗をかき、いっぱい笑ってくれることを期待しています。今、皆さんも僕もこの静かで頑張っています。でも、この先、苦しいことも、大変なこともあると思いますが、みんなで一緒に越えていきましょう。これからも頑張りましょう。今日はありがとうございます。この機会は、この学校に通ってから最高、今までで一番最高だと思います。嬉しいです。なんかみんなで使っていきたいです。自分にも将来の夢があるので、カズさんみたいに諦めずに頑張って前に進んでいこうかなって思いました。カズさんがいろいろ頑張ってきて、それがすごいと思ったので、自分も一緒のように夢を叶えるために頑張りたいなと思いました。そうですね、この、ボールを贈呈する、全国にいろんな、子どもたちに、ボールをプレゼントすることができて、本当に、とても嬉しい気持ちですね。はい、で今日実際こうやって子どもたちに会って、まあ、やってすごい喜んでくれてますんでね、はい、ぜひボールを使っていろんな、夢を語りね、汗をかいてみんなで、サッカーを通し、スポーツを通し、自分たちの成長につながっていったらいいなというふうに思いますね。はい、まあ、僕は本当に普通のサッカー以外の仕事に就いたことないんですけど、サッカーを通じて、社会をいろいろ学んできたつもりなんで、子供の頃もそうですけど、ボールを通して、サッカーを通して、いろんな学んでいくことが多いと思いますんでね、そういう部分でいろんなことを諦めずに、僕もここまでやってきましたんでね、
ボールを通してそういう諦めない気持ちを少しでも、伝えられたらなというふうに思いました。はい、実際僕が、ね、日本代表で活躍していた頃なんてね、まだ本当に生まれてなかった子たちだと思いますし、その子供たちが、まあ、さっきも僕の試合を見に来た子も中にはいて、試合見に行きましたって言ってくれる子が2人ぐらいいたんですけど、そういう子たちに僕の名前を呼んでもらえることだけでも僕はすごく幸せを感じるし、やってる意義があるなっていうふうに思いますし、そういう意味ではこの本当に鈴鹿でこういうまた出会いが新たにできたことを本当に皆さんに感謝したいなと思います。はい、今現在もね、日本代表で活躍している選手がこの鈴鹿から、旗手選手なんかこの鈴鹿から、誕生してますんでね、そういう意味では一人でもこの鈴鹿からまた今日のボールを使って練習した子が出てくることを期待してます。はい、まあ僕自身はね、本当に試合に出場して、まあ、出場するだけじゃなくてやはり勝利に貢献したいと思ってますし、それはさっきも言ったように、まあ、ゴールだったりアシストだったり、もちろん守備ディフェンスに関しても全てね、サッカー攻撃だけじゃないんでね、ディフェンスでもやっぱ頑張ってチームが一試合でも勝てるように、そして自分がその勝つ場面にしっかりピッチに立ってられるようにいい準備をして、毎週毎週来る試合に全力を尽くせたらいいなと思ってます。そのいい時ばかりじゃないし、試合でやはりそのなんていうんですかね、年齢から来るその衰えも見えるプレーもあるかもしれませんし、もちろん若い選手に負けないいいプレーもあるかもしれませんね、これから。でもどんな時でもやっぱり全力を尽くして勝利のために戦う姿勢だったりとか情熱だったりとか、そういうものを見せられたらいいなと思いますし、そういうものを感じてもらえたら嬉しいなと思いますし、それが一番自分がやってる意義があるんではないかなというふうに思います。ありがとうございました。どうも。